ちゃ入ってる。だから、貞子をネタにするのはいいけど、リングをネタにする人は本当何も分かってないからっていう。どうしたんだよ。さあ、始まりました。根津の映画版第6回でございます。ここまでバトルロワイヤルと、その男凶暴について見てきまして、うん、リングに関しての後編でございます。大島康幸です。ジャガモンの斉藤です。お願いします。お願いします。過去の名作映画、旧作映画に関して映画をたくさん見る私たち二人の芸人が、今見た感想を好き勝手喋る番組でございます。というわけで、リングの、はい、まあ、概論の話をね、先週はしたわけですけれども。そうね、全く背景だのなんだの全然話さないで。これどう思いますこのやり方。普通逆なんじゃねっていう気もしますけど。そうだよね。まあいいんじゃないかな。真面目なやり方としてはでもこうですよね。うん、そうだね。前編はまあ予習編じゃないけど。そう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 、で、後編は見た後編みたいな形で。本当はね。サンドイッチしてるつもりなんですけれども、まあまあうまいように聞いてください。はい、すいません。うん。まあ具体の話は先にした後に、総論を話すのって結構難しいじゃないですか。難しい難しい。なのでこの順番でやってるんですけれども、前回はまあざっくり、J ホラーにおける位置づけとして、貞子めっちゃすげーっていう話をずっとさせていただきましたけれども、やっぱり、まあディテールの積み重ねがものすごいという映画でもあるので、そうですね。まあ冒頭からも僕つかみ結構すごいなと思ってて、うんうんうん、部屋で留守番してる女の子たち二人が行って、竹内結子さんと佐藤ひとみさん、そうだそうなんですよね、はい、分かんないですよね、でもね、あれね、もうあどけなすぎてそうだね。で、片方がその怖い話をすると、うん、呪いのビデオテープを見てみんな死んじゃったんだってっていう話をすると、うん、まあまさに前回言ってた都市伝説風なとこだよね、うん、あそこがね。で、えってなって、言われた方が、え、それどこで聞いたのみたいな、うん、私見ちゃったんだけどみたいなことを言って、うん、嘘だよみたいな、うん、その逆ドッキリみたいなやりとりですよね、はい、だから二重の緊張感を一気に解放するみたいな、うん、でかと思ったら電話かかってくるみたいな、うんうん、えで三度目の緊張が発生して、はい、でも親だった帰り遅れるからっていうだけの話だったライター伸びちゃったっつって、ね、で直前まであれ野球ついてますからね、はい、っていうそのただの会話劇で3個、うん、何にも起こらない恐怖入れてるんですよね、はい、振りすぎだろっていう。そうだね。めっちゃ振って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 で、うん、本当に怖いシーンは、まあ、死体が発見されるシーンで、うんうんうん、ギャーンみたいのはあるけど、うんうん、主にもうホラー効果として怖いシーンって、うん、呪いのビデオそのもののところと、はい、あとは貞子が出てくるところだけじゃないですか。いや、もう本当そうだと思う。ね、それ以外はもう、全部振り。まあだからまさにブラウン管に映ってるなーとかさ、はい、車で死んじゃったカップルのところを映すとか、はいはいはい、でもそのジャンプスケアでもないし。全然ないですね、ジャンプスケア。なんかやっぱり段取りの積み上げのところをひたすら見せられるっていう、そうですよね。ことだよね。で、その予感とか怖い振りみたいなものの積み重ね積み重ねの中で、ルール説明もされていくっていう。はい、で、それは松島奈々子さんと一緒に僕らも、うん、チュートリアルされていくっていうだけの映画ですよね、はい、1作目は、はい、それがなんかルールブックとして本当に優秀だなと思って、いやそうだからね、本当すごくシンプルだし、はい、まあ、これをね地味だよねって言われちゃ地味なんだけど、僕としてはやっぱねすごいよくできてるなーってやっぱ改めて見て思って、うんうん、怖い部分っていうね話もそうなんだけど、はい、やっぱそのすごくこうヒューマニズムというか、人間描写めっちゃちゃんとしてるじゃん。はい、で、やっぱそこが素晴らしいって僕は思ってて、はい、陽介くん、はい、子供、はい、なんだっけ名前、陽一かな、陽一か、あ、いや、ごめんごめん、陽一くんが、はい、前は松島奈々子さんの浅川玲子の息子で、はい、で、竹内結子さん演じる人は、まあ、姪っ子ですよね。うん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 、で、陽一が、一緒にさ、お葬式行くじゃん。はい、で、その時に、家みたいな。家を見て、はい、なんかこう、額の眉間か。はい、眉間をこう、クリ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 って、やるのよ。で、これ説明ないんだよ、全く。ないんだけど、多分、はい、その生前、一緒に遊んでた時とかに、なんかおまじないなのか、挨拶なのかね。その要は竹内結子との二人の関係の中で、多分なんかあった遊びなんだと思うのよ。二人だけのノリっていうね。そう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 。多分そうなんだよな。でしょ、はい、とか、あと、例えばその、真田広之さん、高山隆二がね、うん、大学教授じゃない。はいはい、で、中谷美紀さんが来てさ、はい、で、初めて中谷美紀が浅川玲子とこう、まあ、松島奈々子さんと会って、はい、で、元夫婦が先にこう出てって中谷美紀さんが一人残っちゃって、はい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 、で、黒板見て、はい、
プラスって書いてある算数、はい、数式を、なんか消してマイナスにするっていういたずらみたいなのやるじゃん。ありました。で、最後にまた、リュウジも気づく。そうそう、リュウジが聞くみたいな。ね、なんか、まあ、今言ったそういう細かい部分、はい、いや、めちゃくちゃ淡白に言っちゃうと、うん、なくてもいいじゃんみたいな。そうですね。冷徹なルールブックである場合にはいらない部分、ね、いらない部分。うんうん、だから、今見るとすごく意外というか、はい、なんか怖いためにやってることでもないし、はい、単純に人間を描くというか、うん、そういうディティールがあることで、うん、あ、この人たちは本当にちゃんと生きてる人たちなんだってめちゃくちゃ思える、ね。そうですね。だよね。だからその人の生き死にっていうのが、うん、ある種デジタル的な、うん、ゼロ死んでる、1、はい、生きてる、はい、ゼロいいやつ、うん、1悪いやつ、うん、みたいな 01×01×01 のなんか二進法的な感じでキャラ付けできる感じではないっていう。はい、そうそう。あ、この人たちは何なんだろう、応援していいのかなとか、うんうん、こいつ好きにも嫌いにもならないなみたいな、はい、こう絶妙な感情をそのままキープさせてくれるっていうところが、そうなんですよね。割と中田秀夫監督はそのホラーがやりたくてやってるわけじゃなくて、うん、メロドラマしか、ね、メロドラマやりたいってもうなんか全てのインタビューで、はい、未だにずっと言ってらっしゃいますけど、はい、うん、そういう方が撮ってるしっとり感みたいなものもまたこう広く受け入れられる理由には絶対なってるなと思うんですよ、ね、そうなんですよ、うん、まあだから呪怨とね、これ連続で見たからより思っちゃったってなるんだけど、やっぱリングってやっぱすごくこう、この人は今どういう感情でどういう気持ちなのかなみたいなものをめちゃくちゃ細かくやってくれるから、うん、振りになってんだよね結果それが、はい、それはやっぱ死に対しての性みたいな部分で、うん、あの現実味がすごいあるから、あ、死ぬんだ、この人たちがって。そうね。なんか、その、決して魅力的なキャラクターとして描かれてるパートとかは、正直一切ないわけですよ。いや、キャラ立ちさせてるわけではないんだけどね。そう。なんか、おてんばキャラだったり、うん、破天荒キャラみたいな感じで、うん、キャラとして押せるわ、みたいなほど、誰も描かれてないんですよ。そう、あの、バトロワ的なことではないんだけど、そう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 、誇張は一切されてないんだけど。歩き方かっけえとか、持ち物かっけえとか、部屋かっけえとか、別に一切ないんだけど。ない。でも、この人たちが死ぬのはなんか嫌だな。嫌だな。って思わせてくれるね。っていうところが、やっぱ、死への振りにしっかりなってるなって思うし。優しいですよね、そこはね。優しいし。人間に優しいんだよな。あと、やっぱりその、浅川麗子、高山隆二。はい。まあ、おそらく離婚もしてね。はい。で、元夫婦ですね。元夫婦。っていう設定に映画でなってるっていう、ね。そうだよね。はい。で、原作はほら、ちょっと違ったりとかするから。そうですね。で、その息子がいて。はい。で、息子にも超能力というか、その、見てはいけないものが見えるみたいな、うん、のが遺伝されててとかっていう、うん、まあ、設定としてはそうなんだけど、はい。やっぱりそこに、中谷美紀さんが入ってきて、うん、なんか気まずい感じとか、はい、おそらく山村静子たちがいたであろう旅館に行った時に、はい、部屋はどうされますかって聞かれて、こう、別々でって答えたりとか、要は、二人の間にある何かギクシャク感。はい、で、二人がさ、図書館でね、なんか調べ物をして、こう、はい、昔の新聞の記事とかこうやって、漁ってる時に、はい、浅川麗子が、息子と電話してね、はい、で、そのなんか、今日もお母さん、帰り遅いから、はいはいはい、自分で何とかして、みたいな。うん、で、高山隆二が、大丈夫なのかみたいな、うん。いや、あの子、慣れてるから、うん、みたいな。で、その電話してるところを高山隆二がちょっとこう気使うような感じで見てて、はい、で、その後に、もう俺一人で単独で行動するから、はい、お前はなるべくいてやれと一緒にっていうところとか、はい、で、でね、その、なんか、そのメロドラマ、ある意味こう、ラブストーリーというか、のがやっぱ、まんべんなくじとーっとずっと続いてて、で、そういう目で俺見てた時に感動したのが、はいはい、最後、高山隆二が死ぬじゃない。はい、で、浅川麗子が駆けつけるじゃん、はい。で、こう、おまわりさんに止められるじゃん。はい、ご遺体はもう運ばれちゃいましたよ。はいはいはい。って時に浅川麗子が、高山隆二の妻ですって言うのよ。うん。あ、そうだ。で、これがやっぱり、一旦そのね、貞子とか言っての、置いといたとしても、はい、その、まあ、メロドラマ、ラブストーリー、はい、なんなら、気まずい、離婚してしまった元夫婦のドラマとして、うん、素晴らしいなって俺は思うわけね。確かにな。そこメインセリフだと、今まだ思ってる人、あんまりいないんじゃないですかね。いないと思うんだけど。確かにそうだ。元妻ですじゃなくて、妻ですって言わないと入れなそうだから妻ですって言ってるっていうことですもんね。そう。っていうなんか、それがやっぱりその、そういう意味合いにもしっかり取れるし、はい、この、要は一週間かけて、うん、要は元夫婦だった二人が、絆をやっぱり復興していたというか、取り戻していく話、はい。で、しかもそれが共通の子供を救うために、二人とも命がけで、はい、井戸の中入ったりとか、うん、遠出したりとかっていうことをしたんだって考えたら、一つのこう、離婚してしまった元夫婦の物語として、
成立してるな。めちゃめちゃ成立してるし、で、それが、うん、しかも敵が貞子であることの必然性結構あって、はい、はい。で、貞子は、うん、その自分を増殖させることによって、世間、自分と自分のお母さんをいじめた世間に対して復讐するっていう、はい、世間の人口を減らす方の DNA 拡散を狙ってるじゃないですか。それに対して、うん、DNA で対抗してる別れた家族だから、はい、その血縁のチームであることにめっちゃ意味があるんですよね。本当にそうだと思う。血縁対血縁の戦いって、はいはい、今見るとそのいや講談の世界ですかみたいな古代の神話の世界ですかみたいな、古いなみたいなね、そういう感じになっちゃうけど、うん、現代劇で血縁バーサス血縁っていうことを説得力持ってかけるって結構すごいと思うんですよね。いやそうだと思うよ。だからあれが友達同士じゃなくて、うん、その家族の絆で3人が一応コアとなっているっていうのは、うん、多分めちゃくちゃ意図的なんだろうなってすごい、そうなんですよね、思いましたね。親子対決になってるんですよね、ちゃんとね。そうなんですよね。だからやっぱそこが、やっぱり僕は、原点にして最強と言われるこのリングね、うん、の中でやっぱすごいでかいところだし、うん、あとやっぱその、そういうふうに思った時に近いなって思ったのが、はい、スピルバーグのジョーズなのよ。おー、ジョーズ？で、ジョーズも、いや、モンスターパニック映画の原点と言われています。はい、で、まあ、ヒッチコックの鳥があるとか一旦覗いといて、はい、これだけその、要はみんなが作りやすくなった、はい、モンパニ映画がね、はい、で、サメ映画なんて今でも増殖してるわけですけど、はい、それをジョーズだとしたときに、まあ、リングも J ホラーのさ、はい、そういう意味ではそうじゃない、はい、あ、こうやって作ればいいんだっていうモデルケース。うん、で、ジョーズのなんでかっていうと、あれ、2時間超えてるのよ、上映時間が、はい。あ、そうなんだ、意外と。で、意外じゃん、はい。で、モンスターパニック映画って普通90分ぐらいなのよ。うん、86分とかね。そうそうそう。はい、でも、じゃあなんで120分あんのってなったら、はい、やっぱ人間描写ちゃんとしてるからなんだよね。そうか、まあそうだよな。で、ジョーズも言ったら親子の家族の話があって。はい、はいはいはい。で、もっと言えば傷を見せ合うさ、ジョーズ狩りに行くぞって言った時に、3人が酒飲みながら、はい、この傷はなんとかだよとかって見せ合う。はい、あれ本当だね、いらないんだよね。はい、恐怖だけどしたら、はいはいはい。でも、そういうこう、ヒューマニズム、人間を描くっていうところが実はちゃんとしてるっていうのが、うんうんうん、この手のジャンル映画の一作目としてやっぱ共通してるとこだなともリンガー見てて思いましたね。そうですよね、うん。だからそのホラーの意地悪なやつで、はい、もういけすかない若者たちが順番に殺されていくっていうジャンルもまああるけれども、はい、そっちではないんだよっていう、うん、この人たちに死んでほしくないなって思わせる何かみたいなものがベースにあると、うん、より名作にはなりやすいっていうのはちょっとあるかもしれないですね。マスターピースになりやすいというところが。そうですよね。それもリングがあるなと気がしますね。血縁の DNA vs DNA の戦いみたいなことで言うと、やっぱ陽一くんにビデオを見られちゃう瞬間、はい、一番怖い。あれ怖いよ。やめてくれ。なんで、どうして見たのっていう。はいはいはい、はい。だから彼もまた何かしらの感覚は絶対にありますよね。ありますし、うん、やっぱりそこが怖いなっていうのが、ともちゃん、はい、竹内優子さんですよね。はいはい。ともこ。ともこさん。はい。で、ともこが、松島真子さんのメイですね。メイですね。はい、冒頭で死んで。陽一にはいとこに当たりますね。さようでございます。はい、で、陽一が最初にこう、ともちゃんの家に葬式の時に行った時に、うん、階段から足元見るんだよね、陽一。はい、はい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 。で、それで上に行くのよ。はいはいはい。とか、で、それの2発目が、その、まさに旅館に泊まってる時に、はい、松島奈々子、浅川玲子が寝てる時にさ、はいはいはい、おばさんって聞こえるんだよね。はいはいはい、ともちゃんの声で、はいはい。で、パッて見たら陽一がいない。で、はい、開けたら陽一が見てる。はい、で、なんで見たのって言ったら、ともちゃんが見ろってって。はいはいはい、はい。で、真田広之がその後に、ともこはもうこの、ともこじゃない。はい。って言ってるわけ、はい。要は、向こう側に行っちゃってっていうことじゃない。はい。だから、怖いのが、ともちゃんが、やっぱその、貞子によって殺されてしまったことで、もう、ともちゃんじゃなくなって、あっち側の人になって、はいはい、うん、裏回しじゃないけど。裏回しね。貞子の裏回しをしてるっていう、はい、はっきり言わないんだけどね、はい。そこがやっぱりすごくこの、ディティールの怖さというか、うん、肝さだなって思うんですよね。うん、そうですね。うんうん、貞子だけの力じゃなくて、はい、もう他の人の、うん、他の人も影響下に置かれちゃってる。うん、だからまあ怖いですよね。宗教のあれとか、うんはい、そのネットワークビジネスとか、はい、なんかそういうのの勉強にもなりますよね。そうそうそう。ちょっとあるんだけど。そうそう。だからそういう意味でも、陽一が見ちゃったところは、やっぱ怖いよな、うん。いや、もう最大のショックでしたね。うん、で、まあ最後、ラストの、思いついちゃった、うん、その最悪なプランを思いついた松島奈々子さんの、はい、
よっしゃ頑張れ、最悪だけど頑張れっていう、ある意味スカッとするけど、全然車が走っていく方向スカッとしてないみたいな、はいはいはい、どんよりね、そう、どん天ね、絶対終わんねえじゃんこれみたいな。まあ打開策として、まあ苦肉の策ではあると思うんだが、完全に対症療法だよそれ。そうなんですよね。で結局2でそれうまくいってなかったこともわかりますし、ね、事故るもんね。そう確かね。いやそう、そうおじいちゃん、お父さんが、はい、破棄してたんですよね。そうそう、なんか、捨てたから大丈夫だよ、みたいなこと言ってね。ことだから、止めちゃうもんね。その、すごく危うい、思いついたみたいな感じ。そう、だからさ、あれもさ、あなたがしてなくて私がしたことみたいなセリフを繰り返してさ、コピーっていう VHS を二つね、見た、対比した時に、はい、ダビングだみたいな気づくじゃん。で、あれをさ、気づかせたのがさ、高山隆二じゃん。はい。まさにリングの、さっき前編でも言いましたけど、宮崎努的ポーズ。はい。指さすっていうのを、はい、おそらく高山隆二がバックを指さしてて、それがブラウン管に映ってて、はい、はって気づいて、中から VHS 出して、はい、あ、コピーした、ダビングなんだって気づく。だこれも、二つ取れるのが、はい、高山隆二が導いたじゃん。うん。あれは陽一を助けるために、っていう意味でも取れるんだけど、はい、さっきのともちゃんルールで言ったら、高山隆二も貞子側なわけじゃん。確かに。ってなると、呪いを広めるためでもあるんだよね、確かに。うんうん、だからそことかやっぱめちゃくちゃうまくできてるなって。そうですよね。だから人間を試すような理論。そうそうそう。すごいいいですよね、うん。だから結局人間怖いの話にもなってるもんね。そうなんですよね。こんだけ心霊ホラーだとか言ってるけど。全然。貞子がだってやったの最初のピッてちょっとピッてやっただけで、はい、そうそうそう、あとみんながブラララララって将棋倒しのように広まって広げてくれるからっていう感じだし、貞子にピッてやらせるのは人間ですからねっていうことですもんね、うんうん、いやそうなんだよな、だからそのシステムがもうつくづく優秀で、うん、逆にそのシステムがあるからその後の続編とかは、うん、新ルールあんま出さなくてよかったんじゃないかなと思うんですけどね。はい、人物だけ変えて、人物のバリエーションだけ変えてっていうのでよかったと思うんだけど、うん、どうしてもこう見せ方とか設定の新ネタがやっぱ貪欲に出されすぎちゃって、まあ手を変え品を変えになっちゃうな。そう、もう何なのみたいなやつも結構あったりするから、この初期設定のルールをもっと評価してあげるべきだったのではないかと。そう。外野としてはちょっと思ってた。そうだね。そう見ちゃうよな、うん、やっぱり。だから、ウイルスっていうところもそうだし、すごくロジカルだし、はい、人間、結局その、確かに貞子めっちゃ怖いんだけど、うん、それをこう広めるのは人間だよねっていう、人間怖いよねっていうところとかも、うん、やっぱすごい皮肉が効いてんだよな。そうですね。構造がもうそもそも全体が皮肉で、やっぱ怖いものって、うん、まあ自分の中に止めておきたくないよね。はい。っていうのが、はい、まあ、怪談というものが、そもそも世の中にこう残ってきたルーツだし、このプロデューサーの市瀬隆成さんが、なんかのインタビューでおっしゃってたんですけど、初日に劇場に行ったと。終わったところに出てきた人たちが、みんな携帯電話取り出して、みんな全員、言ってた。怖かったって友達に喋ってるって、もうそれもう感染してるじゃんっていうことですよね。だからもう、恐怖っていうのは自動的に拡散するものなんだという、恐怖というものの性質を、そのまま具現化したドラマでもあると思うんですよね。そう。メタ的なんだよね、なんか、ある種。だから、そのものが怖いっていうよりか、いやいや、これ怖さというものの話だから、っていう、怖さをテーマにしたスリラーっていうイメージですね。はいはい、っていう意味で、やっぱりもう圧倒的に、恐怖の原理みたいなものをもう解き明かしちゃったような作品だと思うんですね。そうだよね。うん、だからそれは怪談であるし、都市伝説であるしっていう。だ最後にこう、ナレーションでなんか、ダビングして他の人に見せたら生き残れるらしいよ。でも、やるでしょみたいなことがさ、うん、女子高生のインタビューに、はいはい、入るじゃない、はい、まさにそれで、そう。そのリンゴを見終わった。だからこれがさ、映画館っていうのもそうだけど、うん、やっぱ当時、レンタルで出た時 VHS じゃん。そうですよね。それがやっぱうますぎたっていうか。みんなで見るというイベントがね。だって夏休みとかも、そう。全国の。そうなのんだよね。全国の何千世帯の5人組、4人組のグループの中で一番緩い家庭の、はい、家で行われていたか。やるでしょ。で、山荘行ったら多分みんな見てんじゃん、あの頃。そうね。リング見ようぜ、みたいな。で、みんなシークレットで持ってこようとしてるから、3人ぐらい持ってきちゃったりする。そういうことは相当あっただろうな。だよね。思いますね。だそれがやっぱこう、まあ、うまいなというか、うん、計らずもなのか、そうですね、わかりませんけども、ゲーム性もめっちゃ高いから、リンクしすぎてるよな、そうなんですよね、優秀すぎたっていうのはありますよね。うん、
だからその超能力の部分も、やっぱ中に持ってるだけにしてほしいんですよね。はい、人物の中に持ってるだけで、何かが見える見えないだけにしてほしくて、はいはい、その、リング2の、はぁみたいな、うん、もう、いや、早い早い早い。そうねリング9とかでやってくれみたいな感じのことをもう2でやってて、あれちょっとビビりすぎですね。まあそうだね。1のルールのまま、俳優の設定変えるだけでいけるからな、とは思っちゃうんですけどね。そうだろうね。うん、だからそこがこう続けるってなってきた時にこう難しい部分ではありますよね。はいはい、だから本当はね、そのリング螺旋ループって3部作だからさ、はい、ループがいければよかったんだけど、うん、ループがやっぱその予算的にも時間的にもちょっと厳しいってことで、はい、じゃあマルチバースというかね、はい、あの、じゃあイフのもう一個としてリング2やりましょうって言ってリング2やってるわけだけど、やっぱその最初のこの、実は貞子死んだの1、2年前ですとかさ、はい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 、あの辺怖いじゃん。意味わかんなすぎるけどな。意味わかんなすぎて怖いじゃん。怖い怖い。なんかなんだろうな。なんか貞子ならありえそうみたいな、うん。いよいよ説明のつかない存在になってる。そうそうそう。とかはいいんだけど、そこだけでちょっと走り切っちゃって、まあ、走り切れてんのかわかんないけど、うん、走っちゃってる感はあるよな、うん。ちょっとね、直接バーンって見せるものがちょっと多すぎますね、はい、2はね、はい。そうだよね。この辺に来ちゃって、ここで人形がパクパク喋るみたいなところとか、笑っちゃいますからね、あれはね。あの真っ白なね、マクラボーみたいなやつもそうですね。だからもうできるだけ見えないように見えないようにしてるっていうのが1の上品さだと思うし、うん、その恐怖とは何かということに関してだけ徹底的に語っているっていう。そうだね、本当にシンプルなところがすごいいいなと思うし、でもかといってディテールの、はい、あの呪いのビデオを再生している間に、はい、シャンシャンシャンっていうすごいサブリミナル的な、なんか変な音入ってるよ、ね、何の音か分かんない金属音みたいなのがリズミカルに流れてるやつって、うんうんうん、あれ別に何かとかではないらしいんですけど、うんうんうん、あのフィルムのリールの回転音、なるほど、を表現してるらしいんですよ。だからあの空間の中で鳴ってるかは分からない。心象音として鳴ってるだけかもしれないんですけど、で環境音ではないとか、ね、環境音ではないです、はい。劇中に流れてる音ではないかもしれない。うん、ビデオに流れてる音でも多分ないかもしれないと思うんですけど、はいはいはい、でっていうのは電話がかかってくるときにそのシャーンの音が入るんですよね、うん。なるほど。たまにですけど、全部の電話じゃないですけど、はいはい、っていうことでその発信源が同じであるということをサブリミナルにその音で表現してるっていう話はあるらしくて、なるほどね、そういうちょっと舐めんなよみたいな工夫までめっちゃ入ってる。だから貞子をネタにするのはいいけどリングをネタにする人は本当何も分かってないからっていう。どうしたんだよ。急に怒り心頭の。すっごい丁寧、死ぬほど丁寧に作り込まれてる作品だから。わかるわかる。そのね、だから中田秀夫監督自身が、はい、やっぱりその、まあ、その前に女優霊があって、はい、高橋宏史から、全然怖くねえよとか言われたりとかして、はい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 、そっから何クソって思って一生懸命頑張って、はい、リングを作るっていう過程の中で、うん、やっぱりこう、奇跡的な一本だと思うんですよ。うん、その、やっぱりその ビデオ、呪いのビデオの中のセンスだったりとか、うん、粉化理論を打ち破っちゃうみたいな、ことの、はい、そう。やっちゃってるじゃん、これって。そうなんですよ。ね。その J ホラーの始祖みたいな感じで、うん、はい、まあ、始祖は女優霊なんだけど、うん、の、最初にヒットしたやつっていうふうに言われているけれども、うんうん、はい、起きて破りは相当やってますよね。やってますよね、うんうん。だから、すごく誤解されがちというか、リングから J ホラーが始まったと言われてると思うんですけど。それは全然違いますよね。違うよね。教科書でもないし。リングでなんなら一旦終わらせてるんだよね。そうですよね。そう。だから次が辛いんだよっていう話ですね。うん、だから、呪怨はああいうふうになるんだっていうことが、うんうん、やっぱ非常にこう、重要だなというか、うん、つまりその、リングで段取り段詰めして振りを振りまくって、はい、パッパッパンって緊張めちゃくちゃゴムグーッと限界まで引っ張って、はい、で最後にブラウン管から貞子が出てくるっていうところでパーンと弾いて、うん、やっちゃったんだよねそれで、うん、で、あれ以上ってもう無理なんだと思うのよ、うん、いわゆる粉化理論をベースにしてそれを裏切るみたいなことって、うん、もうあれがピークで、うん、だからあれ以降どんなにあれを真似したってリングがあったしないになっちゃうし、はい、だからそこはやっぱりすごくこうすごいんだけど、ある意味、こう、終わらせた、こう、終止符を打ってしまった、うん、唯一無二の一本だなと思いますよね。うん、だからその、粉化理論っていうのを、まあ、一応補足すると、はい、その、粉化千秋さんという、はい、方と、高橋宏さんとか、そうですね。まあ、だから、粉化さんが作っているけど、名前付けたのは高橋宏さん、ね。あ、そうですよね。はい、が、初感でやり取りしてる、そう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 。中とかで、こう、できてきた、なんとなくのメソッドみたいなもので、うん、それらが、こう、成分化されて本になってるとかっていうことはないんだけど、はい、だから、理論って言ってるけど、理論がはっきりあるわけではないんだけど、うん、なんか、マナー集みたいなことですよね。そう。で、その中の一個として、霊は霊なのならば直接見せすぎてはいけないという、うん、ようなのが、まあもちろんあって、うん、で、それを、破ったってことですよね。そう。テレビから出てくるってことですよね。そう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 。
そう。そんな、そんなのダメだろっていう、現場で一生に伏されて終わるようなアイディアを大真面目にやったという。うん、真正面から撮ってんじゃねえって、普通だったら怒られちゃうような。はい、これ、この中理論的には完全 NG、うん。NG ですね。なことですよね。だから、ブラウン管に映っちゃう貞子みたいなのはギリ小中理論的ではあったりとか、するんだけど、やっぱ最後に、まあ女優例でも打ち破っちゃうんだけどね。はいはいはい。うん、それをやっちゃってるっていうのはやっぱ、一個押さえておかなきゃいけない点だよな。そっか、女優例でも打ち破ってんのか。そうそうそう。そうか。女優例で最後出てきちゃうからね。ああ、まあそうか。だーっと。確かに。なんか浮いて、宙に浮いてくるぐらいのレベルでなんか襲ってくるんですよ。はいはい、そうかそうか。女優例も最後加速するんだよな。そうなんですよ。女優霊めっちゃ好きですけどね。女優霊いいよね、うん。女優霊、怖いね。一個一個のマナー、確かに最後以外はめっちゃちゃんとしてますもんね。そう。うん、だから後ろで笑ってるさ。はいはいはい。だから今で言うチェーンソーマンでパロディになってるけど、はいはいはい、後ろでこうぼやけてるけど、なんか笑ってる女の人、はいはいはい、とか、はいはい。とかも、ただの本当にカットの切り替えだけで、僕らが今この部屋でスマホでできるんじゃないかみたいな、ぐらいのレベルの、うんうん効果もやってますよね、はい、本当に本当に小手先って言ったらあれですけど、はい、でもこんなに怖くなるんだこの暗い日本家屋の中でやるだけでみたいな、だからと小中理論のその手数集みたいな、はい、教科書制で言うと、うん、女優霊の方が圧倒的に上ですよね。そうだと思います。リングよりは、はい、うん、でそのリングがあって、うんうん、でだからやっぱりそこでこう怖さの表現の伝統的な教科書が一応ある上で、それを打ち破っちゃって大ヒットしちゃって、それを日本国民の多くが見ちゃった。うん。上でやっぱりどうするかってなった時に、黒沢清とかの試行錯誤が始まってくるんだなっていうのは強く思いますね。そうだよね。だから黒沢清がなんならその、J ホラー早々期のさ、はい、獅子たちとやってるわけじゃない。はい、で、やっぱ小中理論構築にもいただろうし、はい、だからそこにいた人が、だから中田秀夫とかよりも、やっぱ先輩ではあるというか、はいはいはい、古参のホラーの人たちなわけじゃない。そうか、そうですね。で、やっぱりその、リング があって、呪文があって、みたいな、うん、上でじゃあどうしていくのか、みたいなところで、未だに黒沢清がこう、ずっとこう、こだわり続けていく心霊描写みたいなところも、やっぱこう、はい、渋くておもろいなって思う。そうですよね。だからもう、一般の人にわかる怖さは、貞子でもう天井叩きました。はい。で、そっから先、本気で怖いものを考えたい人ついてきてください、みたいな。ことを、清さんが、人間をつぶつぶにして、風に、あーって、やったりとかね。荒くするといいんじゃないか、みたいなね。とかを、うん、まあ、この、回路とかこの直後ですもんね。はい、そうですね、まさに。だから、そう。で、まあ、幻覚性。はい。その、幽霊というよりかは、幻覚性みたいな、ことに、うん、あの、現実と妄想の狭間みたいなこと、はい、のリアリティっていう方の研究がこの先進むルートもあるという、ね。より進んでいくということでしょうね。うん、で、まあ有名な話ですけど、その貞子のその天井叩いちゃったシーンっていうのは、うん、まあそれもいろんな工夫がされてるっていうのは、まあ逸話としては相当いろいろ、そうですね。出てますけど、まあ俳優さんじゃなくて、あの舞踏家の方を、ね、使っているので、筋肉のしなやかさと、はい、ゴテゴテ感がすごいちょうどいいという、ね、うんうんうん、あのいわゆる華奢なもう病弱で、はい、すぐ死んでしまった、うん、まあ、伝統文化、うん、まあ落語とか歌舞伎とか講談に出てくる女性の幽霊とかとは全く違う体のバキバキ感みたいなのがね、まずありますよね、この肘のこの骨張った感じとかね、はいはいはい、でプラス、まあ、逆再生であるというのもまあ有名な話で、這い出てきてるように見えるけど、這い出る時に人間はこの動きをしないだろうっていうぐらい、なんか重心がしっかり手にかかってるんですよね。そうだね。這い出る時は重心に手がかかるのはだいぶ後だからっていう、その順番がおかしいだろうっていう、細かく見ると気持ち悪い感じの気持ち悪さですよね。でその後にカーンと目が映るところで、助監督さんのまつげを名医者さんに行って全部抜いてねっていう、大丈夫か今だったらどうなるのこれ、今やらせたらよくはないだろうなこれ。でもそれがやっぱ極めつけですよね。そうだね、あの謎の目がやっぱ良いですよね。やっぱラストのね、伝説のシーン、その噂のシーンの、はい、やっぱ直前の振りが俺も、今回見て、はい、よくできすぎてるって思ったんだけど、はいはい、あの、要は、貞子をね、はい、あの、井戸にいると、はい、で、まあ、救い出すじゃない。はいはいはい、で、あれどっちかっていうと、こう、まあ、仏教的な考えだと思うわけ。供養してあげようっていう。そうですね。うん。ご遺体を見つけて、うん、あの、供養してあげればなんとかなりますからっていう、うんうん、あの、方向で言ってて、で、あの、無事さ、浅川玲子が抱きしめてさ、はい、よかったわ、みたいになって、はい。で、浅川、4分過ぎたぞ、みたいな、はい。あ、よかったよかった、みたいな。で、もう、高山隆二ももう忘れよ、みたいなこと言ってて、うん、で、そしたら、その次のカットが、浅川玲子のアパートが映って、はい、浅川玲子が出てきた時に、はい、カウントダウンが止まんないんだよね。ああ。
日付がブーンってあの、はいはい、おなじみのうまいな音うまいな、さすがさすが何十回置いてるだけある音だな。やっぱ俺そこでうますぎた、うますぎるって思った。うわ確かにな、やだもん。やっぱ一番最初から刻んでんだよね、はい、もう規則正しく、はい、でやっぱあれカウントダウンやることによって説明カットがいらないってこともそうなんだけど、はい、何かカウントダウンが起きてるんだっていうことがすごいわかるというか、はいはい、だから1週間っていうことを聞いてくるんだけど、うん、やっぱあのテロップが止まんなかった瞬間の恐怖。めっちゃ映画的表現ですもんね。そうなんですよ。言っちゃえば。で、本人には見えてないですもんね、そのテロップは、ね。そう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 。俺らに向けて見せてるわけだから。うわぁ、俺は安全圏にいたーっていう、ね。そうそうそう。ほっとしてんのよ。のもあるし、うんうん、だからこそ最後頑張れって思うんでしょうね。うん、そう。いや、そうだよな。で、やっぱそこで。で、そこでやっぱ高山隆二がオフィスでさ、はい、出版のタイミング遅れるって言っといてくれって、中谷美紀に言ってるじゃない、はいはい、で、多分その続きというか、はい、ようやく貞子離れれるから、はい、多分溜まった仕事やってんだろうね、あれね。うん、コーヒー飲みながら。そっか、それまでサボっちゃってるから。そう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 。一週間サボっちゃってるから。一週間、ちょっと一週間待ってって言ってるから、溜まったのをやってさ。あの立場の人で一週間はなかなかよ。なかなかでしょ。怒られるだろうな、ちょっと、真田さんもうまいんだけど、表情が柔らかいんだよね。そうですね。うん、落ち着いてんだよね。で、そこで聞いてくるのが、やっぱパッと脇で見た時に黒板の数式が間違ってて、はいはい、とか言いながらさ。で、縦に1本出すって。マイナスからプラスにする、ね。やったらテレビがプルって映って。怖いわ。怖すぎるだろ。すごいよな。うますぎるのよ、やっぱりここが。だから、ほっこりさせて、っていうところで、油断しちゃいけないっていう、うん。そう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 。ことが、もう、この後に、そういうホラー映画とかを見る人たちの、アティチュードにも影響しちゃってると思うんですよ。いや、そうだね。どうせ、この後の、こういうことあるんでしょ、うん、って思わせちゃう、うん、ことをやりすぎた。そうだね。全身、毎分のようにやりすぎた、さすがに。もう、だから、潰しすぎだよね。うん。もう、これじゃもうじゃ次できないじゃん。そう。うん。だから、13日の金曜日とか何でも海外でもそうだけどさ、はい、最後、ほっとしてたけど、わーって出てくるってあるじゃん。うん。まあ、それ自体はあるあるです。それ自体はあるんですよ。はい、でも、リングの場合は、理由がちゃんとあるから、うん、やっぱ上手いっていうか。そうですね。怪物を殺したはずなのに、みたいなのだったら、うん、結構もう理不尽なリベンジじゃないですか。でも、貞子は根絶はできてないと思ってますもんね。そうそうそう。そもそも。根絶は不可能ですもんね。どっかにビデオテープがこのように出回ってる限りにおいては。うん、だからそこがやっぱり、ただのサービスショットじゃないっていうか。じゃないじゃない。おまけで、はい、やっぱダメでした。マジで意味不明なサービスショットあるもんな。あるよね、普通ね。うん。そういうのがないんですよ、リング。ないですね。恐ろしい。いや、悪の経典僕大好きですけど、はいはい。最後に、to be continued って書いてあったの、あれ何だったんだって、未だに思ってますけどね。やっぱ、三池さんはそこやっぱすごく遊んじゃう人で。もう遊び人ですからね。あるからね。いや、そうなんだよな。やっぱ、何度見てもうなるなっていうか。うん。で、リングと螺旋が、同時期公開で、はいはい、リング2と四国でしたっけ？そうです。ですよね。はい、四国、僕結構相当好きなんですよ。栗山千明ね。栗山千明、うん。そう、結局栗山千明なんだよな。和服を着た栗山千明ね。あれはもう、こう逆に、だいぶこう、土着系ホラーに振り切ったというか、はい、そうだね。そのデジタルじゃないホラー、うん、まあ、倍、体を使わない、うん、VHS とかを、うん、VHS も当時その現代的なツールとして使われてたと思うんですけど、はい、なんかそういうのもほとんど使わない、はい、もう古文書とかに依拠するじゃないですか、うん、割と、うん、っていうもう伝統的古典ホラーみたいなのに行ったのが、うん、四国で、そうだね、ちょっと回帰していきますよね、そうですね、うん、で四国全体が怖いみたいな、はいはいはい、どうしようもない話だね、めちゃくちゃの話だよねあれもあのめっちゃ怖いシーンとかは結構もう少なくて、うん、基本的には山歩いてたりするだけなんだけれども、うん、まあ、とある和室でめちゃくちゃ怖い表現がまあいきなりバンって出てきたりとかして、まあ作り方のなんかメソッドみたいなのは確立されつつ、そこから外れようとする努力とかも、まあリング2とかでちょっとやりすぎだろうっていうぐらい早くやってる感じは、あのまとめてみると相当面白いですよね、その時期は。そうだよね。だからその4本ね、同時に見るの僕すごいおすすめします。なるほどね。リング、その4本立てね。はい。で、リング2、四国。はいはい。俺の名画座ってやつね。そう。うん。オールナイトでやりたい。全部毛色違うから。バカみたいに毛色違うからね。そうだよな、うん、だからやっぱリングが出ちゃったことで、呪怨まで多分2年ぐらい空くよね、確か。あ、そうですか。そうか。確かね、2年ぐらい空くんですけど、はいはいはい。やっぱね、今インタビュー読むと、その間でもう J ホラー下火だって言われてんだって。なるほど。だから呪怨をこう取るってなった時に、周りの大人が、いや、今 J ホラーって言われてもとか言ってるらしいのよ。J ホラーっていう言葉はでももう定着してるんですね。そう。あ、ってなるとおもろいなというか、賞味期限が意外と早かったんだなというか。うん。でも呪怨は成功しますね。成功してます。だからその、当時は大人たちが、とか思ってたけど、蓋を開けてみたら、まあ、呪怨の構造自体がやっぱりその、リングの裏切り、
切りというか、コナカ理論、ジェイホラーへの裏切りだった、はい、カウンターだったっていうのもあるから、はいはい、だから、リングで天井パーンって来ちゃった、はい、で、同じようなことを繰り返すいろんな作品が出てきちゃった、うん、飽きてきちゃった、うん、で、2年経って呪音です、で、今度呪音は、それの逆行くっていうか、はいはいはい、みんなが真似パクってきたリング、コナカ理論の逆を言ったカウンターだったから、よかったけど、呪音は呪音で、それで天井来ちゃったみたいな。なるほど。だからね、そのカウンターが早いのよ。うん、そうだね。難しいよね。まあでもあれか、ロックバンドとかもそういう感じなのかもしれないですよね。だから逆にここでカウンター打ってなくて、うん、3年後とかになっちゃうと、うん、多分より実現に難しかったのかもしれないね。そうですね。まあホラー作品ってやっぱこう、代表的な作品って本当に何年かに1本かしか出てこないから、はい、作る人はやっぱ先行作品をめちゃくちゃ意識するでしょうし、うんうん、前の名作は1個これがあります。うん、じゃあそれを踏まえてどうしますかっていうことを絶対やってますよね。うんうん、いやー特にホラーなんてもう、ね、特にだと思いますよ、ね。特に顕著な。割と成功失敗がはっきりするジャンルだからな。そうなんですよ、ね。お笑いみたいなところちょっとあるから。あります。受けた滑ったみたいな。まさにありますもんね。くっきり分かっちゃうから。だからやっぱ話がよくできてるとか面白いねとか以前に怖いかどうかみたいなところが最初にもう重要な評価軸になっちゃうので。そうですよね。それを評価軸としてちょっと立てすぎた功罪が強いて言えばリングには、あるのかなと思ってしまいますね。功罪という言葉がぴったりかもしれませんね。まさにジョーズと一緒で、もうこれやっちゃったら他はもうパクるしかないよね。はいはいはい、はい。もしくは、逆張りするしかないっていう。ちょっとギャグにするとかね。そう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 。もうそういうことの次元になってっちゃってるよね。そうですよね。うん、このくらい水の底からは、はいはい。2001か。そうですね。3年後ぐらいですね。3年後ぐらいだね。着信ありとかは？そうだね。着信ありってどうなんだ2004とか。どうなんだろう。もう、もろ便乗系企画ですけど、秋元です。2004ですね。2004なんだ。だから、この辺で市場規模は、なんか、バンバンって上がってってる気がするんですよね。そうだね。でも、俺のイメージだけど、やっぱ着信ありあたり以降から、はい、やっぱりターゲット層がこう、高校生とか女子高生というかさ、あそうですね、若い人に、まあだからこれむずいけど、うん、その、怖い面白いはね、いっぱいあると思うけど、うんうん評論としてね、はい、評価高いだろうなっていうのはやっぱリングだろうなって思うわけよ。うん、見比べていくと、うんうん。だからやっぱりそこからはこう、お化け屋敷的にというか、そうですね。うん、植物的になっていくというかさ。アトラクションになっていくっていう。そうそうそう。メジャー的になっていく。そうそう。どんぐらいこう、決め上げれるかみたいな、うんうん、サービスショットどれぐらい、ショッカーシーンどれぐらい入れれるか、みたいなところにもなってきてんのかなって気がするよね。うんうん、そうですね、うん。いや、そうなんだよな、うん。だから、その、名作として、志も一番高く、うんうんうん、緻密さも一番あり、うん、人間ドラマもちゃんとあり、うん、ルール説明もうまく、はい、後世にいい影響も悪い影響もめっちゃ与えた。うん、で、しかも、その時にしか撮れない媒体を使って怖さを表現していて、うん、しかも DNA 対 DNA の話でもある。みたいな。凄すぎるわ、やっぱ。そうまとめするとね。リング凄すぎる、やっぱ。そうなんだよな。うん。だからもう、ぜひともね、はい、もう、一時停止とかしながら見るとあんま怖くなかったりすると思うんで。あ、もう全然。その研究するつもりでこうワンシーンごとにね、うん、こう止めてユーネクストとかで見てもらえると、はい、より面白さがわかるのではないかなと思いますので。そうだと思います。ぜひ見返していただけると嬉しいです。ご覧ください。はい。というわけで、ここまでバトルロワイヤル、その男凶暴につき、リングのね、はい、6本をやってきましたけれども、はい、引き続き、うん、毎週木曜を目標に更新していきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。夏はちょっとねホラーが多いかもしれなくて、いいですね。ホラー苦手な方話聞くだけだったら全然怖くないと思うので、全然問題ないと思います。はい。話だけ聞いて、まあ、秋頃にね、うん、しっとりした名作が帰ってくるのを待っていただけると、はい。いいかなと思います、うん。ちょっと夏ホラーテンション上がっちゃうから、僕ら。そこはちょっと勘弁してください。元気になる時期だからね、うん、季節として。なんか許されるしね。そうなんですよ。そう。普段、年中喋ってたいんだけど。バカじゃないの、うん、って思われちゃうから。気持ち悪いよって思われちゃうから。そう。でも夏はね、なんか、花火の話してるぐらいの感じで。わかる。大義名分があるから。そうそう。お祭りの話してる感じでできるから。そう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 。今しか喋りませんから。海行く？山行く？怖い話してるみたいな感じでできる。というわけで、大島康幸でした。ジャガモンド斉藤でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。